気ままにタップダンス。はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀明です。今回はクリックとクリップのいろんな使い方を取り入れた振り付けをお伝えします。おうち時間を使って動画を見たり一緒に動いてみることによってタップダンスに触れる機会を作ることを目的にこの動画を作っています。最初は右足からシャッフルステップ、左もシャッフルステップ、今度は右足横でダブルシャッフルでステップ、これを1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7。 そしたら次に左足横にステップして、ヒールとボール違う場所をぶつけることをクリップと言います。ね、1 and ボールチェンジ、もう一回ぶつけてボールチェンジ、1 and 2 and 3 and 4で、ここでもう一回ボールチェンジ入れて、はい、ツイート目、1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8、 途中でボールチェンジが多く入ってますので気をつけてください。で、もっとね、できる方はこうチャールストみたいにちょっとね開いて中に入れる、こういう動きを使いながらっていうような動きをね、できる人は試してみてください。頭からここまでつなげてみます。1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8。少し移動した分戻ります。右足から横を向いてステップスカフホップ、ステップスカフホップでスタンプスタンプで正面にいます。この後かかととかかとをぶつけます、ね、同じものをぶつけることをクリックと言います。でヒール上でクリックして、今回は左足を上げますということで右足から下ります。で、ここからボールチェンジ、はい、そしたら今度は左足スタンド、横からシャッフル、ヒールヒール、ヒールスタンド、この後にボールクリック、右左で降りて、今度はヒールクリック、右左で降りて、もう一度ボールクリック、右左で降りてスタンド。3エット目からつなげてみます。クリックやクリップというのは打つときに、移動するときは反対の足で当てに行くような動きが多いですし、その場で当てる場合はお互いを寄せて打つことが多いです。多少微調整はありますけど、動く距離によってちょっとね当て方が違うので、そこは気をつけてください。それと大切なのは足の最後の置く位置ですね。この足の幅の距離感がやや肩幅
ぐらいに開いて、自分の音の出しやすいところに最後のステップを置きましょう。当然これ広すぎたら当たらないですし、狭すぎるとあまり音は出ないので、自分のやりやすい幅を見つけて、それぞれボールクリックだったりヒートクリックだったり、この幅の自分の合ったところを見つけてください。で、その音なんですけど、ヒールのブロックに当ててコンコンという場合と、金具に当ててキンキンという場合があります。これは特にこだわらなくていいです。逆にこの音にすごくこだわっている人は、もう靴のね、金具、タップスをつけるときにあえて内側につけたりします。やや内側につけて少し金具が出てると、キンキンした音はすごく出やすくなりますので、こだわっている人はそういう風にしますけど、標準的に真ん中につける場合は当たったり当たらなかったりすることがあるので、そこはそんなに気にしないでください。動きとしてちゃんと当たってればコンコンでもキンキンでも大丈夫です。今回はクリックやクリップのいろんなね、使い方や打ち方についてお伝えしました。このステップはね、本当にこう可愛らしくておしゃれなステップなんで、何かの際にこう使ってもらえたらなと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。継続は力だ。また次回の動画でお会いしましょう。